はい、と、セルの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイパート125ですね、やっていきましょう。真珠バーメイド解放のために動いていきます。なんかメイドを止めようとしてですね、この町のテバとハーツって若者が、真珠バーメイドに、喧嘩売りに行ったらしいんですけどね。結局、撃ち落とされて、怪我して帰ってきたらしいです。んで、族長との会話が聞こえてしまいました。夫テバと共にメドを退治していただけるとか、しかし私が協力できることで言えば夫の行き先を教えることしか教えてください。わかりました。夫が向かったのはヘブラ山脈の麓のリノス峠にある飛行訓練場と呼ばれる場所です。そこはリトの選手たちが空中戦の練習をする場所。おそらく夫はメドとの戦いにより万全を期すため武器を調達しに行ったのでしょう。例えば今回夫は歩いて飛行訓練場に向かいました。普段ならリーバル広場から飛行訓練場へと飛び出すのですが、今は空高く飛ぶとメドに撃たれますからね。リーバル広場はリトの英傑、リーバル様からこの名をいただいた憩いの場。忌まわしき人のことが忘れ去られないように。お。今の君にはとても真似のできない芸当だろう。上昇気流を発生させ空高く舞い上がる僕の技、空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技をもってすれば薬剤ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手、つまりこの僕リーバルこそ薬剤討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。なのに僕に与えられた役目は君の援護だ。君がその古臭い大麻の剣とやらの主ってだけで。悪いな。愚の骨頂だよね。おや、怒ったのかい。それなら勝負と行こうじゃないか。場所はそうだな、あそこなんてどうだい。ごめんごめん、君は一人じゃ神獣に行くことさえできないんだっけね。でもね、なんか成り上がり系のラノベとかで序盤に大体主人公に追い抜かれてね、とんでもないことするやつの典型だよな。松江様、松江様、どうされました？ごめんなさい。私がいろいろ言い過ぎてしまったようですね。わからないことがありましたら、私でよければ後で聞いてくださいね。いいです。それがわかればとりあえず。訓練場？なるほどね。歩いて行ったっつったな。どっちだ、枠内か。
さ。めんどくさ。ずらしてやった。どう？いろいろ来るな。あ、そう。ハムインかーい。ろうそくともぎなってほしいな。消化しちゃって、隠されし風の道。よいしょ。あれ。ああ、止めんどくさい。もったいない。足りない足りない足りない。おい。じゃないよね。うわ、強っ。よしよし、引き続き登ろう。
法訓練場。ツバメの弓。せっかくなんで、いいね、鋭い目だ。誰だ？俺は忙しいんだ。邪魔しないでくれ。そういうわけにはいかねえな。あ？何か用か？俺は忙しいんだ。手伝います。手伝います。何を？神獣バーメドウを。待て。神獣バーメドウを知る客人か。さては族長や妻の仕業だな。だとしたら俺のことも聞いているだろう。俺がテバだ。客人の名を聞いておこうか。うん、リンク。どこかで聞いたようなのだな。で、リンクさんよ。うちの族長に会ってるってことは俺を釣り戻しに来たんだろう。そうですね。一応は。全く族長のお人よしにも参ったもんだ。どうせメドウにやられた怪我する前に連れ帰ってほしいとか言われたんだろう。残念だが、俺はここを動くつもりはないからな。俺だってリトの選手の端くれ、仲間がやられておめおめ帰るわけにはいかねえさ。しかしな、一つだけ俺をリトの村に帰らせる方法があるぜ。それは神獣バーメドウが沈黙し、奴が空から消えた時、つまり、神獣バーメドウをぶっ潰す。それが今すぐ達成できれば村に帰ってやってもいいぜ。わかってますと。わかってます？俺の性格まで村の奴らに教えられたか。でもな、族長が言ってたぜ。神獣バーメドを本当に止めるには奴の内部に入らないとダメだってな。まさかお前、メドの中に入れるとか。ええ。メドに到達するための翼もない上に無知と来たか。じゃあ教えてやろう。神獣の中に入れるのは100年前に実在した英傑と呼ばれる5人だけだ。そしてその英傑様は全員その当時亡くなっている。ガノの手によってな。まあいい。とにかくメドに入れようが入れまいが奴を黙らせることができればそれでいい。ただな、むやみにメドに近づくと奴の方での餌食になるだけだぜ。なので試させてもらう。俺たちリトの戦士はこの隊員の上昇気流を利用して空中戦を想定した弓矢の訓練をする。ここの上昇気流は頭上で布を開くだけで人一人が簡単に浮かぶくらい凄まじい。だからお前がリドの訓練法でどこまでできるか見せてもらおう。宙を舞いながらこの谷に仕掛けてある的を5個を3分以内に壊してもらう。ああ、楽勝だ。じゃあ行け。矢で的を5個だぞ。楽勝だ。行くぜー。オッケー。よし、オッケーだ、持ってこい。あれ、相当で意味遣いだな。矢を放つ瞬間、時が止まっているようだったぜ。すまなかった、リンク。俺はお前を勘違いしてたようだ。あの弓さばき、カーネルの修羅場をくぐってきたんだろう？少しは。謙遜するな。見りゃわかるさ。リンクか。気に入ったぜ。今度はこっちがお願いする番だ。俺についてきてくれ。そしてメドウェ、奴の砲台や渾身の時期をぶっ放してくれ。ああ。そうだ。そこの宝箱に俺が調整した意味が入ってる。持っていきな。準備ができたら声をかけてくれ。オッケー。この意味もなかなか使い勝手良かったっすよ。じゃあこっちで手番流します。持ったな！一回もつかなかった、これ。あ。
ケー。砲台は普通のやつや、ハンガーってね、からバカンで壊すんだ。いい、20分もありがとう。オッケー。見ちゃいられない。伝説、伝統あるリトの選手も見極められたもんだぜ。まあいい。よし、そろそろ行くぞ。乗りな。行くぜ。焼き鳥が量産されるのはちょっとね、見てて切ないものがあるからな。着いたぞ。ここまで戦い高いとさすがの俺でも凍えるぜ。そしてあのでかいのが真珠バーメドウだ。ふん、またバリアか。小賢しい。どうしたリンク、ビビって声も出ないか。さーて作戦のおさらいをしようか。いらんわ。あの砲台が見えるか。俺が大人になって砲台の攻撃を引きつける。その間にお前がバックヤードで砲台を壊す。ここまで OK だな。一時退避したくなったら布を広げてひたすら上昇すれば捕まえて背中に乗せてやる。それかまらメドのバリアは狙うだけまだな。近づきすぎて触るなよ。最後に何度も言うが、寒さ対策だけは忘れるなよ。大丈夫だ。行きます。よし、じゃあ砲台を頼んだぞ。オッケー。いや、変えよう。いや、だから意味。よし、いいぞ。おい。危ないぞ。大丈夫だ。ちょ、壊れてない？もしかして。大丈夫か？あと2箇所。手羽狙われてる。だらだら。手羽が焼ける。俺は奴の攻撃で怪我しちまった。悪いが、飛行訓練場へ戻らせてくれ。心配するな、かすり傷だ。お前はすぐメドウへ向かえ。リンク、頑張れよ。
車。風の神獣攻略開始だ。君は必ずここに来ると思ってたけど、でも100年ってのは待たせすぎだよね。うるせえよ。ガノンに乗っ取られたこのメドを取り戻しに来たんだろう。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れてごらんよ。あれがマップの情報が入った誘導石だよ。あそこまで行けるかな。他の連中と同じようにさ、少しはあの何、手間かけさせて申し訳ねえとかさ、そういうのちょっとでも出せば可愛げもあるってもんだけどな。なんか妙にライバル者だからね、なかなか素直にもなれないんでしょうけど。目多いな。おったな。何するにしてもとりあえず誘導席だよな。嬉しい。あ、よし、神獣のマップを手に入れたね。マップをよく見なよ。光ってる印が神獣バメドを制御する端末だ。メドを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。おっと、できないとは言わせないよ。できないと言わせないよってか。まあ、あいつにはできなかったわけですけどね。あ、落ちる。さあ、どっからやっつけていこうかな。まず一つ。残りの制御タブ。あ、え、忘れちゃった。
もう風が当たってるとだから俺がここ押さえたまま拳銃の角度を変える。2つ目。残りの制御端末はあと3個。ほらまだまだ。ちょっとゴールしたけど、いいんだ。残りの制御端末はあと2個だよ。へえ、もう少しじゃないか。一番楽勝なんだか。一番楽なんだか。来い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 。で置いといて、よいしょ。残りの制御端末はあと1個。驚いたね。ゴールは目前だよ。待って、あと1個。いけんじゃねえかな。これで全部と。これで全部だよ。メイン制御装置を起動させられるようになった。マップをよく見てごらん。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。でもまだ安心しない方がいいな。よし。はあ、
そしたらね、とりあえず今回はここまでにさせていただきまして、次回最後のカースガドン、カズのカースガドンに挑みたいと思います。はい、ではゼロの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイパート125、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。